それが普通に髪の毛ボっサぼさに下ろして、ええ、あの普通のような状態でナチュラルな状態で来た時に、ええ、全,然全然違うしいと思って、ええ、うん、んですごくあの本人はすごい緊張してて純粋でいい子だったんで、ええ、も,うもうぴったりだと思ってっ即,即決しましたよ。あ はようこそお越しいただきました4月9日公開になります砕け散るところを見せてあげるのサブ監督お招きしておりますよろしくお願いしますはいお願いしますサブ監督ですはいどうも監督お久しぶりですね、はい、そうですねジャムジャムっていうと2018 十八、そうす、ね、ですね、八。死の、死の年末ですよね、うん、確か。十二、うんね、月だと思うので。はい、いや、まあ約2、約二、二年以上ですね。そのジャムが、まあ、完成して二千十八年の十二月に公開していた時に。もう、この作品は。動いていっ逆脚本はもう書いてますよ、<あ>これ。そうだったんですね。うん <で>はい、脚本を書いて2019年に撮影されたそうですそうですそしてちょっと公害が遅れてしまったということですねそうですねだから最初こういう来たの2017年に来て俺脚本も書い,書いててでもどこもどこもなかなかやってくれるとこがなくて、えー、やっぱり渋いですからね <laughs> なんか、はい。 そうかあ、うん、なるほどなるほどええーうん、すごい原作面白いしそのそうですね、うん、ですけどやっぱりその読むと言っても、えー、あの皆さんやらないとそれで ZH の中で、えー、その広さんがたまたま読むとこれ面白いなって言い出してはいええ復復復活したんですあそういうことだったんですねもと、うん、はまああの制作会社さんからあの原、うん、原作を、うん、お読み なってとか、ね、あの、おすすめになって。そうです、そうです、えー。で、先にこう、まあ、じゃ、脚本を書いてた。うん、そうです。で、客を持って、そのプロデューサーが回ってたんですけど、あちこちで。うまく進まなくて。そうなんですか。ただ。はい、この、でも、小説の竹宮結子さんの同名小説。ですけど。うんうん、これって。 結構ねもうあの「トラドラ」とか「ゴールデンタイム」アニメ化もされた人気の方じゃないですかだから結構ネイビー配給会社さんもうちがうちがってくるような気がしましたけどね。ねだからその当時割とねキラキラした方が多かったですし <laughs> なかなかお金もそこそこかかりそうだしみたいな <laughs> 学園ものとはいえいじめだしとか。 あそうですね、うん、あの青春で青春映画でありラブストーリーでもあるんだけれども、まあ、社会的な社会派のね部分もやっぱりありますからね。そうん、だからでもヒロさんとやっぱりこうサブ監督の今までの信頼関係っていうのがやっぱりガチとあったわけですよ。 でまあ、あのじゃあ動きますよということになりまして、えー、っと最初の,その、まあ、主人公になる、えー、清澄というと、まあ、ちょっと孤独,孤独なのかなあの高校1年生の男の子あ高校3年生の男の子の役を中川さんっていうのは中川大志さんっていうのはいつのタイミングぐらいに決まったんですか えっと、一部やることになってそれでそのキャスティングで誰,、ええ、誰だって話になっててで知らないちゃんは、はい、また僕もいいなと思ってましたし、うんはい。それであの長くんはその何人かいる候補の中の一人で,、うん、で,で俺もぜひ一度会ってほしいって言われて、うん、でたまたま俺見てたなんか深夜のドラマでなんかあの イケメンな高校生役で <laughs> ってこ,うこれは無理だなと思ってて顔も濃いし、はい、男前ガンガン出てるしうん、うん、と思ってたんですけど、えー、実際でっていうかねその役髪の毛こうピタッと上げてるなんか、はい、なんていうんですかあの、うん、顔の濃さが前面に出てた。 ドラマだったんですね。それが普通に髪の毛ボサボサに下ろして普通のような状態でナチュラルの状態で来たときに全然全然違うしと思って、もう本当すごくあの本人はすごい緊張してて純粋でいい子だったんでもうぴったりだと思う。即即決しましたよ。会話の劇でもあったりとかするかなっていうところもたくさんあってですねあの。 そういうこう中川さんとまああの石アンナさんそれからあの中川君と清原さん松井愛理さんね、うん、えいらっしゃるわけなんですけどこうみんなもう読み合わせで結構完璧に皆さん出来上がってくるってそんな感じだったんでしょうかねそうですねーーもう大志君あの太史くんとアンナちゃんもそうですし、うんうん、あと清原さんと松井さんも本読みしてもらって、はい、清原さんはすごいあのー 質問も多いし、すごかったですよ。なんか、俺どうしんかな、どうし、困ってましたから。<laughs> 監督が、あ、いやあたたみたいな。そうですか。え、これはどうしたらいいんですか、うん、っていう質問なんですか。なんかこうこ,これはどうこういう感じですかみたいなあ。そうですそうです。質問だったり一応そのパターンで呼んで読んでもらったり、えーえー、もう俺もどう違うんだかさっぱりわかんなくなってみたりしながら。<laughs> <laughs> アドリブっていうのはああ、っったんですすかアドリブはないよもう全部台本でうわすごいあの中川大志さんと松井さんと清原さんは姉妹の役なんですね姉妹の役ででお姉さんの松井さんがやってるのが中川君と同級生みたいなことなんですけどこの会話でちょっと。 面白い喋り方っていうか、特徴のある声とあの喋り方じゃないですか。こう物切り物切りに喋るみたいな。あのこうタイミングっていうのが絶妙だったんですけど。そうですね。あれは本当に原作通りですよ。あはい原作通りであのそういうキャラです。はいだかすごいあの二人とも本当に

あんまり覚えてないんですけど、んま覚えてないですねどううだったんやろ、うんうん、でも、割と長回しも多かったですし、できるだけそのリラックスした状態を<あ>作ろうと思ってたんで、現場で、えー、長回しするからっていう緊張感はなくっていう感じで撮ってました。 あとはもう流れを止めないようにされてたとかそういう感じだったんですねあとはまあ俺昔からそうですけどカットかけない面白かったらカットかけないんでそうなそうですだからそうなると皆さん乗ってくるというか続けるんで行くんで俺もどんどん見たくなるんで言ってたとこじゃないとこまでどんどんやったっていうもっと強大になるわけですねそうですね 中川さんと、その、ね、あ、アンナさんが、あの、歩いていくシーンとかあるじゃないですか、ちょっと、こう、うんうん、あの。はい,はい、いっぱい、着込んで、着込んでと商店,店街の。商店街の。ああいうとこですか、はい、カットかけないっていうのは。あ、そうですね、ああいうとこです。でも、もう、もちろん、狙ってもいたんですけど、できるだけ、長く、<laughs> えー、長く歩けるところ。と思って。最初のスタート地点なんかも、見えなくなっちゃいますから、ね。<laughs> <laughs> やってたんで。<laughs> <laughs> でやっとかかったわっていう感じになるわけですね。カットがね。そうですね。ま、うんはあそんな感じです。だからちょっと今現場が見えてきて面白いですよ。あ,あ、かかったねって感じになって二人で喋ってたのかなとかいろいろ想像しました今。想像しね。<laughs> えー、もうこれ以上言っちゃダメっていうところまでやる。<laughs> <laughs> でも,でもあの役者さんとしてはそれはすごくた楽しいというかお面白いんじゃないかなと思います、はいね。でもそれはやっぱり役者をやられてるか監督だからこそこうそういうところもあるんじゃないですか。うんいうかまあそんな役やったことないですからねあんまり。<laughs> <laughs> もうデビューがすごいから <laughs> デビューすごかったから <laughs> といえば走「走る走る走る」はい、もうこれはもうね、はい、サブとかイコール走るなんですけど、はいえー、今回も中川さん最初から走っておりましたけどもああそうですねええー、かっこいいっすよねまあ走ったりあと水の中とかはい水の中すごいっすね、えー、ございましたからけれどもこれはどうですかかなりあの走らせちゃいましたけれども、はい、ああいう時っていうのもカットかけないんですかやっぱり。 走ってーみたいな。あ、うん、結構ね、あれ学校の中だったり。すえ。外の時はあんまあ、かけない。すね。<laughs> 日本先の電柱までって言ってたのにみたいな。三 <laughs> 本行っちゃってますみたいな。<laughs> でも、まあ、学校だし、廊下は走るね、廊下ですから。ね。そうですね。これは決まってるからっていうね。えー、そうですね。距離はそんな感じ。とこなんですね。まあ、あのー、まあ、冒頭でも、これ出てくるんで、あの、まあ。 その頃にね、こうちょっと落流というかあのうん、うん、溺れてる人を助けに行くっていうことがあるんですけど、はい、まああれはどうやって取ったかっていうのもき、うん、聞かない方がいいんですよね。うん、聞かない方がいいですね。そうですね。聞かない方がいいかな、うん <laughs> まあ、でもね、あれ濁流大変で、えー、あれなんですよ。あのやっぱ普通に大落流作らないんで。 はい、後から CCG っていうのがどうかなと思ってて撮影のね撮影する3日ぐらい前に台風来たんですよ、はい、で台風のおかげでは<や>水かさ増量して濁流できちゃって、はあ、<laughs> でまあ直後だったらねさすがにあのどっか流れてっちゃうんであれでしたけどまあ3日後ぐらいで若干落ち着いた時に撮れたので、はい、本当に濁流感はバンバン出てましたねいや、すすごかったですよ。うん すごいですね。え、じゃ、あ自然。自然, <laughs> 自然も入ってる。ですよね。入ってるってことですよね。はいはいわー、降りてきてしまったわけですね。いろんな意味でね。私ですね。えー、食べ物の。 劇中に出てくる食べ物のシーンっていうのをちょっとこうそこをピックアップして、はいうん、えラジオなんかでしゃべってたりするんですけれどもはい、はい、今回ですねお汁粉のカ,カップのお汁粉が出てきますよね。<の> ね、このハリちゃんがちょっといじめられて水をかけられて、うん、であの、うん、乾かしてる間に、えー、クリーニング屋のおばちゃんがくれたおあの、うん、木の花さんがくれた、うん、ね、うん、おしりこを食べるというシーンでございますけれども、うんはい、これ結構長い時間ありましたね <laughs> <laughs> おしりこシーン。 あのま、まあまあまあ,あ、ね、まあ、まあね。結構。まあまあありましたね。うん、あの会話とかも、すごく面白かったし、うんうん、ちとエピソードなんかを聞かせていただきたいんですが。意外と、あ<お>の、むし、はい、ろ、この、あの、蓋が、うんこう。ピロロンってなってたり、お箸乗っけてみたり、それが。カットになって、と、動いてたりするんで、繋がってなくて。はいはい。それは大変でした。編集の時に。あ、じゃ、結構、な、何回も、こう、やったり。何回も撮りましょう。結構、あそこはがると。 長長ししししですすけどど何といううかかか箇所ってままま結構じゃあおお餅餅食食べべたたねねな監督はこだわったところという部分の一つでどうでしょうかちょっと目を背けてはいけないなという。 そういった社会派の部分なんかはこうやっぱりこだわりの部分だと思うんですけど、うん、脚本を書かれてる書いた時にまあまず何をポイントに一番ちょっと大事にしたなっていうところはいやえっとね結構原作にいいせりっていうか言葉がたくさんあったんで、うんはい、できるだけこぼさないようにしようと思って、えー、だから割とそのセリフが長い子になってますね今回は。 うん、中ではそれで<え>あのなんていうんですか社会派がないじめだったりそういう家庭の暴力だったり、うん、そんな部分ももちろんあるんですけど、うん、なんかやっぱりラブストーリーとしてこうなんていうんですか展開していく展開というか、はい、あの最終的にそこに持,持っていってるんで、うん、あの決して暗い映画ではないというか重、はいうん、かったり積極臭いものじゃないっていうところ。 が、にも、ちゃんと、そこに持ってきればなと思ってました。もう、世代を超えた。愛の物語ですから。うん、そうっす、ね、当に壮大な。壮大ですよ。壮大。あんな、あんなのが来ちゃったり、こんなのが来ちゃったり。し <laughs> ますからね。でも、本当に、あの、私、もうオープニングからも。 大好きでしたもう本当引き込まれていきましたので、はい、あの本当にいろんな人に見ていただきたいなって思っておりますので、はい、もう監督からもぜひメッセージなどをいただければと思いますがえっとですねそうっすか、うん、俺ねあれです実はねあの抑えたというかちょっと我慢したのがあってはいオリジナルじゃないですからね なんかあの石,石井さんがこうあっありましたはいあそこのとことかっていうかもともと石井さんと原田さんっていうのは要は同じ針っていうね、はい、設定だっていうのをちゃんと分かりやすいようにしようと思って、はい、要はあの針がその片目失明した設定っていうふうに最初は考えてて原作にない,、はい、ないんですけど えー、だから原田さんも登場したらずっと眼帯で、はい、石井さんもその後半ちょっと,ょっとアクシデントっうかね暴力シーンで刀に失っててっていう設定にして年代、はい、台に横たわってる時にこうちょっとこう落下していく UFO が見えるっていうのがその失明してる擬眼の目に UFO が映って。 生きてる方の目からこう涙がこぼれるっていうふうにしたらこれは絶対いけるぞって思ってたんですけど一応それでなくてもこう断られることが多いんで <laughs> <laughs> 抑えましたよっていう話ですこれ, <laughs> これやりたかったなって言いたかっただけですけど。 もうサーブ監督最後に何かいつもこう来ますよね <laughs> 今日こっちから。<laughs> なるほどなるほど、はい、やってもね、うん、あのいいんでもねあの映画はいろんな作品で2つこうね、はい、ラストがあるみたいなのもあるじゃないですか、はい、今今ちょっと妄想で、はい、なるほどサーブ監督がこういうのも考えてたんだなっていうのが。 わかりましたので、すごく得した気分です。<laughs> <laughs> そうしたら、ああ、なったのか <laughs> みたいなね。<laughs> <laughs> はい、ラストシーンはあれでも、あれですよ。あの。<laughs> 俺、現場で考えたんです。から重すぎたっていうか。ラストですか。はい<ず>。<ほ>うん。うん、本当のラストシーンはそうです。ずっと決まってなくて。ええ。で、ずっと悩んでて、で、あのラストに。あ、つく、作ったというか。あの、あっちの、仮目線。 っていうのが原則にもななかったんでそ、その大好きなところに登場させて、<私>あの二人でちゃんと終わらせたかったんで、そうなんです、はいあ。もう一度見たかったんです。<あ>そうです。うん、だからえっとずなんかずっとあの二人を見ててね、うん、ななんだかもうあのななんていうのかなこの二人この二人をななんなんていうんだかなもう愛おしくなっちゃったんですよ。<ら>なのであの。 うん、もう言えないのがね、難しいんですけど、<laughs> そう、あのラストのシーンを見せていただけたことが本当に嬉しいです。はい、なんかね、あの一番こう、ドきどきしてた、一番こう、うん、なんていういいしかったときっていうので、終われたらなと思ってて監督がもうずっと一緒にお仕事されてきた、んいいさとうもうね、だから俺の手離れて、はい、もうすごい国民的スターになっちゃったので。<laughs> ちちちょっっっっっとと俺のの手でまたたこっち戻しやろうう思て、ね、普通だったらあの断ら断れますからね一にくなっちゃうんじゃないかっていういの役ですかますありがとうございました本当に後悔、ね、おめでとうございます。はいもう たくさんの方に見ていただきたいと思います、えーはい、今日は本当にあのお忙しい中いろんなお話を聞かせていただきましてありがとうございましたサブタンプクでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございますよろしくお願いします、はい